つも有給5日取らんと会社が罰金30万円払わないかんって言われたんだけど、なんで？ちなみに年間の休日日数は105日。2019年4月1日から法律が改正されたから、労働者に年間5日の有給取らせないと会社が犯罪を犯すことになる。有給は労働者の権利のはずなんだけど、みんな真面目すぎて他の人が一生懸命働いてる時に有給取る人が少なかった。だから強制的に休んでもらおうって考えて、働き方改革の名のもとに年間5日分取得させることが会社の義務になった。労働者が自分から5日分有給取ってれば、会社からそれ以上取らせる義務はない。ちなみに年間休日日数105日って言うけど、日本の労働者の平均年間休日日数は116日。105日は結構底辺。